ケガロンの片取り、そしてパパやってきて、何をしたの？私はいろいろ小村さん、ここ集荷ちょっとここは困る、どの辺だったら大丈夫です。はい、撮ります、写真撮ります。今すぐ行って大学ラジオで飛ばしてくれた他の卒業を待ってるのか。沖縄県警恥を知れ。おい、これは何なのか。危ないですよ。危ないから、危ない。車の前に行かないと。これを抜かそうと思って、ここを右手を一瞬引っ張りされてたんだけど、その時に私はこっちが痛いもんだから、ここが仮切りにしてたんだけど、左手をこの、そうそうそう、だけどこっちをやられてしまって、木戸手が剥がそうと思って、こっちを。あっこっち掴むしかないから、あっちこっち引っ張って両手とも見合ってなって、そうそうそう、多分その時にだと思うんだけど、これは薬指か、こっち薬指の伸びないんで、こいつ心筋ってやつが、お名前は聞かせていただいてもいいですか？書かないでよ。ヤスです。ヤス、じゃあヤスさん、はい、おいつですか？年齢は大丈夫です。49。名前載せないで。あ、名前、はい、家族心配引っ張れるということを皆さんと確認したいんです。大先輩が、中野とトスコムさん、ラッキー77、77歳と何ヶ月でしたでしょうか。私は10歳下の67歳ということで、頑張りますよという字をまず冒頭に表明したいと思います。さて、先ほどから話がありますように、まさに、私たちを守ってくれるはずの、ある意味税金を取って仕事をしている権力のそのポストにいる人たちが私たちを弾圧するようなその状態は絶対に許すことはできません。皆さんと一緒に抗議をしてまいりたいと思います。今日は先ほどからお話がありますように、大先輩お二人は国会の方で、海部と向き合って頑張っています。私たちは玉木玲美さん、中田さん一緒に今日は午後4時から、海保の代表者が会ってくれたらよろしいんですけれども、どなたが会ってくれるか分かりませんが、とにかく今の状態絶対に許せないということで、抗議に参りたいと思います。今安倍政権は世界中を回って姿をまた見ていただきたいと思いますが、船に乗り込まれて、本当にフロートの阻止作業をして、阻止行動をカヌー隊がしていて、そのそばに私はずっといるときに船に乗り込まれました。
で、あの通路にいたのは事実です。彼らが横を通っていたのは事実だけど、後ろからライフジャケットを持たれてですね、こう下げられて、あの羽交い締めされていた。で、あの私はこのカメラを持っていましたので、このカメラに向かって、このカメラを最初にガンと叩かれて、それをこう向けていたんですけど、そしたらそのカメラを押されて、座れ座れと言われて、まあ、後ろからこう掴まれて、あの座らされると。でその後、まあ、あの新聞に最初出ていたような景色になっていたと。私はもうとにかくカメラを撮らなきゃいけないというか、あそういう必死だったので、あのどういう全体が、ね、状況だったのかというのは、まあ、新聞を見て改めて知ったというふうな、ね、感じでもあるんですけれども、あのまたいで通るんならこっち側に足を持ってくる必要はありません。そうだ絶対にあんな形にはなりません。で、なんて言ったらいいんでしょう、私の場合がたまたま写真に撮られた、で琉球新報が頑張って撮ってくださったからあの記録としてあります。で私たちもずっと撮っています。であのやった人を私はずっと夏から知っている人です。私たちはずっと船に乗って彼のやってることをずっと撮っているからです。こういう名刺は分かりません。ただ同じ人、彼女をいつもやっつける人で、あのこの間あばら骨を折られた人がいますが、彼をやった人は夏にあの首を頸椎捻挫をさせた人と同じ人です。そのことを私たちはずっといるから知っています。だから何とかね、もうこの人たちを下げなければいけない。非道隊だってね、いじめた人はあの姿を消すでしょ。でその人たちは今も今日も海にいるんです。だから本当に彼女をですね守ってほしいっていうか、あの最前線を本当にね大変な思いで戦っています。で私は本当に写真を見て改めて、あこれもパワハラ、セクハラ、モラハラで、本当に報道への弾圧、取材活動への弾圧、表現の自由への弾圧だというふうに受け止めています。であのそれでもですね、まあ、昨日も海に出てあのずっと撮影をしていましたし、そして頑張れるのはあの本当に、ね、海とゲート前で本気で戦う人たちがいて、あの沖縄県民の圧倒的な世論が私たちを守ってくれているということをいつも感じているから、そこにいても本当に撮影をしたり、あのみんな頑張り続けることができているというふうに思います。なのでぜひあの、もう本当に負けません。最後まで頑張りましょう。最後まで撮影します。お話ありますように、この写真を見ても分かる通りですね、彼女のカメラを奪い取ろうとして、そのために船に、これは彼女じゃない、彼女は一般の取材船に乗り込いるんですよ。その取材船に海保が乗り込んで彼女を羽交い締めにしてカメラを奪い取ろうとしてる。これは警察官のするすことですか。これは泥棒。おはようございます。先ほど小室圭子参議院議員からありました通り、今日は、12時から在住士官と海上保安本部前で、抗議集会、抗議デモが行われ、我々は、4時から担当者と、面談を申し入れております。新聞でも紹介されておりましたテレビ監督衆議院議員が昨日居室にこの担当者を呼んで、この暴力的な行為、県民の弾圧行為、人権を踏みにじるようなやり方は決して認められないと、皆さんはどちらの味方なのかというふうなことをしっかりと問いただしたということで、それについては、先ほど影山監督が答えていらっしゃったようなことを繰り返しているわけですね。しかし皆さん、改めて私は昨日海上保安庁第11管区海上保安本部のホームページを見てみました。皆さんもぜひ覗いてみてください。そこに何が書いているか。海の安全を守る、人の命を守ると書いてあるんです。何も不条理があってこういうバカげた現状があるのかということを彼らにもう一度言ってください。皆さんは皆さんのホームページに書いてあることが何であるか分かっているのかと。同じことはこの警備に当たっている警察の皆さんも同じようなことなんです。安倍政権は外向けに対しては非常に聞こえのいいことを言っています。しかし内側に対しての政権のやり方がまさに今現場で行われていることと同じ状況です。だから私たちはひるむことなく臆することなく堂々とその正論をしっかりと伝えていきましょう。我にこそ正論はあります。帝運は正論に信念と勇気を与える。これは実は玉城デニーの座右の銘です。お天道様は見ているという言葉があります。マットバー系から上野南黒アチンスだといううちのあの言葉があります。まっすぐ歩いていけば必ず道は開けるということです。
だから我々がやっていること、取っていることは憲法で保障されている報道の自由、人権の尊重、そういうことに基づいてやっているということを改めて我々の力にしっかり確認していきたい。昨日ホームページを除いて海上保安庁の皆さんにもう一回胸に手を当てて、あるいはサングラスを取って自分の顔をまじまじと鏡で見てもらうと、そういう私たちのこの熱い気持ちでしっかり屈せず臆することなく堂々と国民に訴えていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、玉木デニー衆議院議員です。ありがとうございます。今参加の議員団のカウントをさせてもらっていただいておりますが、昨日は最終的に55人の参加をいただいたそうです。凄まじい参加に改めて驚愕をしながら驚きを持って皆様の取り組みに敬意を表明したいです。今日現在、今、8時24分現在48名の参加を数えています。やがて50名になろうとしています。連日近づく行動についていることにまず感謝を申し上げたいと思います。それでは引き続き中里俊信衆議院議員にご挨拶を賜ります。よろしくお願いします。皆さんごめんなさい。相談をしながらこれまでいろいろやってまいりました。第1回目は国内の皆さんと一緒になって新聞広告を出しました。64名の皆さんの賛同を得て一口1万円ということで、ざっと94万円のお金ができましたんで、新報タイムス日にちを忘れましたが、そこにも出しました。そして10月の29日ですか、知事選の前です。いわゆるあの沖縄の原爆書、これを何としても全国に届けたい。そのためには著名な皆さんの力をお借りしなくちゃいけない、こういうことで私と国大の桜井古利俊元学長、そしてジャーナリストのゆりあきこさん、そして琉球大学の名誉教授の矢嘘健二さん。